30分を過ぎました。大会の神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。スワローズスタジアム DJ パトリック Q です。東京ヤクルトスワローズマスコット25年目の大ベテランつば九郎の登場です。はい、つば九郎今日もよろしく。 OK。 広島からですね、今日神宮球場に帰ってきました東京ヤクルトスワローズです。8月もですね、いよいよ神宮球場でのスワローズホームゲームラストカードとなりました。で、初戦を勝って体の勢いをつけていきましょう。今日も応援よろしくお願いします。もう雨もやんでね、多くのスワローズさんも来ていただきました。内野スタンドからも応援よろしくお願いします。あ、どうもありがとう、応援よろしくね。そしてライトさんの応援の皆さん、コンディションいいですか。今日も力強い応援のリードよろしくお願いします。今日から阪神タイガースを迎えての3連戦となります。タイガースファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。ともに気持ちいい戦を送って試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さて、今日の試合は内容盛りだくさんでお送りしていきますが、スーパーカラーアクションでもご紹介している通り、本日はアッパーホテルデーでお送りしていきます。アッパーホテルといえば、アッパー直からなら比較なしで最安値というキャッチコピー、皆さんご存知ですよね。スマートフォンアプリ、アッパーアプリご利用になっている方、皆さんどれだけいますかね。今日はですね、なんと球場正面特設ブースでアッパーアプリをお持ちの方を対象に抽選会やアパ社長カレーの販売も行っております。ぜひこの機会にアパアプリダウンロードしてください。ちなみにアパ社長カレーお値段は1本390円、ぜひこの機会にお買い求めください。また各入場ゲート先着2万名様にラッキーナンバーが掲載されたチラシをお配りいたしました。今あのつば九郎が、ね、持っているこちらです。ラッキーナンバー抽選会開催と、ね、書いてありますが、こちらの方はですね、4回裏終了後にプレゼントの当選者の発表を行いますので、それまで大事にお持ちくださいね。なくさないようにお持ちください。そして後ほどアパホテル元谷文子社長に始球式を行っていただきます。登場の際は皆さん大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いします。そして本日は生ビール半額ナイターです。金曜日のタイガース戦で生ビール半額ナイター、通常1杯750円の生ビールが半額以下1杯350円で販売しております。いつもよりですね、特設ブースも設けておりますので、生ビールの方もお買い求めやすくなっておりますので、そっち行くまた300発の花火の打ち上げ、今年も残すのあと3日となりました。今日も5回の裏終了後に花火300発打ち上げできますから、花火の打ち上げもどうぞお楽しみに。さあ、スターティングラインの発表の前にスワクローの一言いきますよ。スーパーカラビジョンズームアップ。はい、今日は生ビール半額ナイターです。はい、1杯飲むと350円、10杯飲むと3500円、でもたくさん飲むと、はい、こうなりますので、はい、皆さんこうならないよう、はい、沖縄の飲む気満々で来られていると思いますが、何ですか、酒は飲んでも飲まれるな、お願いしますというね、基本的なアドバイス、ありがとうございます。スマクロ、はい、アパホテルデイ、そうなんです、今日はアパホテルデイでもあります。お、行きますか、いいんですか、こんなアパホテルは嫌だ。もうアパホテルの関係者来てますけど、部屋のテレビ100円入れないと使えない。なんか懐かしいね、はい、部屋の冷蔵庫が携帯のマナーボードよりうるさい。まあ、こんなことになります。嫌ですね。部屋のトイレに丸いボールが何個かある、それも溶けるやつね。はいはい、あの男子トイレのやつと、はい、蛇口をひねるとカレーが出てくる。なるほど、こういうサービスでもいいですよね。はい、枕の匂いが実家の親父の枕と同じだ、それは困ります、困ります。
でもそんなアパホテルが大好きです。宿泊券ください。なんだそういうことか。はい、でも蛇口ひねってカレー出てきたらなかなかいいと思いますよ。はい、お願いします。お待たせしました。両チームスターティングラインナップの発表です。大変長らくお待たせいたしました。